保育園に保育園に送っていって、今から練習ですね。そうっす、基本僕が送り迎え、まあ迎えは行けない時もあるんですけど、行きはほぼ僕が行ってますね。練習前に、練習前に。そうっす。朝は何時に大体起きるんですか？朝は練習時間にもよりますけど、今日やったら7時20分ぐらいですね。に起きて、シャワー浴びて、洗顔して、飯食って、みたいな感じですね。飯は、まあ、奥さん起きてくれてるんで、飯作ってもらってるやつを食べてって感じですね。朝のメニューは大体決まってる？いや、決まってないですね。まあ、ご飯は食い、米は食いますけど、別に決まってないです。パンは、パンはダメ。密度がない感じがもう、動けない。じゃあ、必ずご飯もおかわりとかする？いや、おかわりまではしないですね。なんか、マジで食う量は減ってきてるんですよ。20前半の頃とか、まあ、お腹いっぱいにならなかったんですよ。なんか、焼肉とか行っても、みんなごちそうさまって言ってんのに、こっから、トントロいいっすかみたいな。こっからトントロみたいな。赤身じゃなくてトントロ行くみたいな感じだったんですけど、最近はマジで食えなくなってきました、だんだん。今日の朝ごはんは、ご飯に、生しらす。はい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 。が乗って、ちょっと粉チーズかかってて、だしみたいなのちょっとかかってる。しらす丼です。美味しそうやな。と味噌汁か。子供がしらす丼好きで、めっちゃカルシウム取らしてます。お子様今何歳ですか？子供は4歳と1歳ですね。可愛い盛りですね。めちゃめちゃ可愛いですね。もう自分のことどうでもよくなるぐらい可愛いですね。でも子供にはサッカーさせたくないって言ってるって聞いてんけど、あのね、僕怪我しめっちゃしてきたんですよ。でマジでな、足の怪我とかだけじゃなくて、内臓系の怪我2回ぐらいしてて、なんかほんま集中治療室入ったりとか、なんかそれぐらいまで行ったんで、うん、なんかもうサッカーって、まあ接触結構あるじゃないですか。それでやっぱ怪我してほしくないなみたいな、この親心が。楽しさよりも、その、怪我される怖さみたいな。うん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 。それが今、買ってますね。だって、寮の親も、怪我した時は心配してた、ね。いや、そうなんです。だから、小学校ぐらいから、お父さんは、なんていうんですかね。言ったら、試合負けたりとかしたら、もっと練習しろとか、うまくいってても、お前天狗かみたいな。厳しかったんですよ。お母さんは一択、もうやめなさい。もうやめなさい。で、それって小学校ぐらいから言われてるんですけど、この間マジで岡山遊びに来て、お母さんがで、まあ接触とかするじゃないですか、試合出たら、うん、終わってから飯食ってたら、もうやめたらって言ってました。もう同じこと言ってずっと。もうやめたらって、もう怪我してほしくないねん、お母さんっつって。なんでそんなこと言うんって思ってたんですよ。いや、頑張ってんのにそんなこと言わんといてやっていう、その やめたらって、ここまで頑張ってんのにみたいな思ってたんですけど、うん、親になったら分かりますね。ちょっとした怪我でも心配っていうか、これが親かみたいな。おかんの気持ちが分かると。いや、おかんの気持ち分かりますね。そう思ったら、おとんの気持ち分からんな。あそこまでストイックに。まあでもありがたいですけど、そのバランスがあったから僕多分今あると思うんで。おかんみたいな、やめときなさいとか、で、お父さんもじゃあ、まあまあまあ、負けてもいいんちゃうみたいな感じだったら、多分僕こうなってないんで、お父さんは厳しかったし、お母さんは、うん、まあ甘かったって言ったらあれですけど、うんうんうん、そのバランス取れてたんで、うんうん、まあここまで成長させてもらったんかな、みたいな。って感じですね。実家の家族構成。お父さん、お母さん、お兄ちゃん、僕っすね。
お兄ちゃんもそうですね、まあ、お兄ちゃんの影響でサッカー始めたんで、でまあそうですね、でお兄ちゃんも今フットサルのシュライカー大阪っていうチームの監督やってるんで、まあ本当に、でお父さんお母さんも陸上で結構すごいやった、すごい選手やったらしいんですよ。お母さんは100m ハードルの、まあほんまに日本一とかなってる人 でお父さんも高跳びの選手で結構すごかったっつって言うてました、ね、じゃあちっちゃい頃陸上やったりとかもしてた？陸上は全くやってないですけど、なんか小学校の陸上するみたいな、うん、それで走り幅跳びで優勝したことあります。その西宮市の大会。そうっす、そうっす。でも僕家が西宮で甲子園球場の近くなんですけど、もうほんまに甲子園球場から漏れる応援歌と共に育ってんすよ。だからなんか野球したくて、とにかくめちゃくちゃ野球したかったんすけど、お兄ちゃんやってるし、でそのなんか近くのチーム、野球チームが小学校1年生からしか入れんかったから、だから5歳ぐらいにじゃあサッカーするってなったから、まあとりあえず2年間はサッカーしようみたいななったんすけど、その2年後小1になった時にもその約束してたはずなんですけどね、お父さんに小学校行ったら野球やるって。野球したかったですね、こんなインタビューで言うのもなんなんですけど野球したかったな。タイガースファン？タイガースファンですね、がっつり。そうなんだ、はい、好きな選手とかいた？いやーこれ誰もわかん、田中修太ってわかります？坪井とかなんかあの辺ですね。小学校の時は地元のチームですね、西宮の西宮 SC っていうとこですね。そこから中学生に上がるときにははセレッソのジュニアユースですね。でお兄ちゃんがまあ同じなんですけど、西宮 SC からセレッソのジュニアユース、中学の時ジュニアユースに入って、でユースに上がってっていう経歴なんですけど、僕も一緒でセレッソのジュニアユースに上がりましたね、中学の時。同級生は今神戸の大木原ですね。でまあここにもいましたけど、篠原浩二郎とかがいましたね。まあ1個上に山口蛍丸橋で、下に杉本健雄いて、まあ結構強かった、まあ今も強いんですけど、全国で1位になったり2位になったりとかしてたんで、アンダー16から日本代表に選ばれて、17、18って選ばれていくうちに、なんかあプロ行かなあかんみたいな感じでしたね。正直中学の時ってプロって全然意識してなかったし、高校1年生ぐらいまではなんか別に自分自信持ってるタイプじゃ なかったんで、なんかなれるんかなみたいな感じだったんですけど、これはならないとみたいな、自分のためにプレーすもちろんしてるんですけど、なんか人のために頑張りたいって思っちゃうんですよ。自分がこうなりたいっていうのよりも、ま、なんかその上行っちゃうっていうか、親にいい姿見せたいとか、サポーター喜ばしたいとか、なんか子供にすごいと思われたいみたいな、なんかそっちが勝っちゃうんですよね。だからあもうみんな応援してくれし、プロならないとみたいな感じでしたね。この顔でこの服装やからゴリゴリと思われるんですよね僕、うん、結構ゴリゴリのわがままストライカーみたいな感じにちょっと思われがちなんですけど、根は優しいよ中学年代高校年代でやっぱ点取れたんですよね。ただやっぱトップに上がるとやっぱレベルが違いすぎて点が取れなくなったっていうか、まあ当たり前なんですけど、やっぱそこの壁
にぶち当たったっすね。結果が出ないっていう。それが1年じゃなくて何年か続いたんで、あ、俺もプロなって点取れずに辞めるかもみたいな、そこまで思ってましたね。なんか、あ、点取られへんわみたいな。それがきつかったっすね。なんかそっから一回オーストラリアに、そうっすね、だそれがちょっと自分の中ではでかかったっていうか、一回日本離れてなんかこうほんまに違う、ほんまに周りの生活している周りの人もの人種も、人種というかその日本人じゃないとこに行って、しかも通訳なしで行ったんで、もう何もわからない状態でいろんなこと経験若い時にできたっていうのは結構でかいかったかなっていうふうに思います。20歳21ぐらいですね確か。英語圏、英語全く喋れなかったんで英語圏に行ってみたいなっていうのはありましたし、まあもちろんオファー、そのパースグローリーっていうところからオファーもらったんで、うん、そこはまあその時代表とかにも入ってましたし、ちょっと挑戦したいなみたいな気持ちで行きましたね。通訳なしで行ったからもうハーフタイムとか何言ってるか分かんないですよマジで。ミーティングとかだから、え、なんかこれプロの世界でこれっていけるみたいな結構チーム不調な時あって、試合終わったらミーティングあったんですよ。でミーティングあって、俺も何、もうみんな白熱してるからミーティングでバーって喋ってて、なんか偉いさみたいなの出てきて喋ってみたいな、監督みたいなの出てきて喋って、あ、お疲れしたーって言って帰って、次の日行ったら違う監督来てたんですよ。え、な、誰って言ったら監督みたいな。え、昨日のミーティングで監督交代の話してたねって知らんと思って帰る頃にはなんかまあ言ってることは大体わかるぐらい、まあ自分で話すのはペラペラは無理やけど、なんか大体言ってることは分かって、耳が慣れてくるっていうんですか、なんかっていう状態にまではなったんですけど、初の一人暮らしだったんで、セレッソの時は寮に住んでたし飯も出れたんですけど、いきなり一人暮らしが海外っていう、サッカー的にもそうですけど、やっぱなんかちょっと気持ち的にもいろいろ経験して、こうなんかなんていうんかな、なんか海外でやるこの以上のこのメンタル必要ないっていうか、なんていうかな、そのそれ以上の経験をしてきたから、日本での挫折とかがなんかちっぽけっていうか、そういう部分の、あ、成長してるなみたいな気持ち的にって感じですね。この今日はトレーニング、今日トレーニングして、その後は、その後は行きつけのドーナツ屋さんがあるんであれっすよ、シーズンオフやからっすよ、僕は食べないっす甘いもんは。でも子供が欲しいって言うから、あのドーナツ屋さんに行こうかなって思ってます。じゃあしっかりトレーニングして、はいっす、はい、そのために頑張っていきます。はい、はいっす、いってらっしゃい、いってきます。りょうは、なんだろう、何考えてるか分かんないですね関西人だなっていうか、なんかこっちがボケてくれ、早くボケてくれよっていう感じを、ツッコミ待ちっていうんですか、はい、早くボケてくれないかなみたいな感じでこう引いてみて、行ったらもう来るみたいな、すぐ拾うっていう、あ、関西の方だなっていう感じです。プロまで、あの、なんだっけ、つま先立ちでりょうくん、ね、ちょっと潔癖みたいな、潔癖？プロ場でなんかあのステンレスっていう金網のところ、金網のとこは踏まないように、ように洗ってます。おしゃれ番長りょうくん、あと子供思い、まあ一言で言うと師匠、お笑いの本当にお笑いのセンスが素晴らしくて、
まあロッカーとかでも、まあ俺とハルト君がめちゃくちゃ雑なボケをするんですよ。絶対突っ込んでくれるんですよ。でもその突っ込みはなんか面白くて、何みたいな、よくわかんない突っ込みをしてくるんですけども、それが面白くて、まあ、いつも適当にボケてますね。りょうくん、おしゃれ。あーおしゃれ、めちゃくちゃおしゃれだと思いました。おしゃれだと思いました。おしゃれだね、確かに。岡山で一番おしゃれです。え、バイスより、うん、バイスいじりました。バイスいじりました。これちょっと言っていいのかな、当たり前なんで、ちょっといじられ欲しがってるな。特に後輩にいじられ欲しがってるなってイメージあります。まあ、いじられキャラなところはしっかりあるんですけど、それも含めてしっかりいじられに来てくれるいい先輩って感じです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。